大気圏で分離してからの角度を灰原に計算させてたの。こんなことできるわけねえだろ。灰原がやることじゃないだろ。できるわけねえだろ、そんなこと思ったけど。なんか、灰原が、なんか、爆発したドームとか、なんか最初爆発するんですよ。で、爆発物の特定するみたいなんで、ドローン飛ばしてその画像から特定するんですけど、てっきり俺爆弾を特定してるんだと思ったんですよ。その C4 みたいな、なんかそういう爆薬とか。じゃあなんか電子ジャーを特定してて、ジャーああなんかはいはいやってたね、このジャーねって言って、えすごすぎないと思って、なんかジャーを特定、あ確かなんかメーカーの型番みたいなの特定したな、砕け散ったジャーの範囲じゃないですか、だって普通は。コナンぶち切れとったよな。びっくりした。じゃあかよ。ただ爆発しただけじゃねえか。じゃあじゃねえか。そんなわけじゃねえのかっつって怒ってるの。ほらコナンのあの一面初めて見たからもうドキドキしたマスク。コナンのあの一面。まあ、あんまり声を荒げるタイプじゃない。そう荒げた見たことなかった。コナンも多分爆弾を突き止めたと思ったんだろうね。突き止めたと思ったよ。そしたらジャーだから。それは怒るわ、コナン。ジャーかよっていう。ジャーかよ。ジャーを突き止めたのかよ。いや、でもやっぱあのジャーを突き止めたことで結構、ね、進展が。いや、めちゃくちゃありましたね。